どうもハイチです。今回素敵なゲストに来ていただきましたので自己紹介よろしくお願いします。はい、現在東大農学部4年の木野沙羅と申します。よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一方。はい、現在東京大学法学部3年の猪俣大樹と申します。よろしくお願いいたします。今日はですねお二人に来ていただきまして、普段は私は中学生と高校生向けに今授業動画をよく投稿してるんですけど、はい、たくさん質問をいただいてまして、その中で王道の質問をお二人にぶつけて私の代わりに解決してくれと、はい、多分みんなにとってもお二人のこの意見を聞けるのすごい貴重な機会なので、ぜひちょっと率直な意見を聞かせてもらえたらと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。質問する前にお二人ってそういうことあるんですか？なんか質問を受けてそれに答えますっていうのって普段の活動であったりします？まあ、僕たち塾をやってるので、はい、オンラインの個別指導サービスの、うん、まあ、運営のお手伝いをしているので、はい、まあ、その関係で中高生の生徒の方とかにいろいろと教えるということはありますね、はい、スタディーコーチの、ね、はい、話も後でお聞きするんですけど、はい、SNS もされてるじゃないですか、はい、なんかそこで多分来ますよね、勉強の相談って、ね、はい、そういうのって答えたりします？毎回はあんまり答えることできない。いや無理です、やめましょう。姉さんそれはダメです、やめましょう。でもたまに、まあ、質問募集しますとツイートして、うん、はい、そこに来た質問には答えるようにしています。木野さん、こう来る相談でよくあるなって思う質問あります？結構私ジャンル問わず質問を募集しているんですけれども、はい、やっぱり勉強系ばっかりで、はい、やる気出ないとかモチベーションが維持できないっていう質問が本当に多いです。姉さんナイスパスです。やる気が出ないっていう質問に対して、はい、いつも言うのは、はい、時間を区切って、はい、可能な範囲で勉強してみようとお伝えすることにしています、はい、無理してやる気出ない時に勉強する必要はなくて、はい、まあ、30分でもいいので、うん、30分だけタイマーで時間を計ってその時間だけ集中して勉強しよう、はい、で休憩を挟むっていうことによって、はい、まあ、やる気といいますかモチベーションを維持しやすくなるのかなと思います。木野さん実際にご自身が学生の時って時間で区切ってました、はい、そうですね、結構中高生の頃はタイマーで時間を区切って勉強することをしていました。じゃあその答えをさらにこう消化していいものを答えてくれるのが猪俣さんです、はい、そうですよね、まあやる気出ない時ってどうしてもずっとだらけちゃって一日中勉強に手がつかないとかってよくあるじゃないですか、はい、まあ、そういう時こそやっぱり木野さんがおっしゃったように、はい、なんかまあ30分とかでもいいから時間計ってやってみると、うん、とりあえずちょっと進められるっていうのは、うん、まあ、大きいかなと思うんですけど、はい、まあ、なんか僕はさらにその一個前のモチベーションというところの問題として、はい、勉強っていうものを先生とか親からやらされるみたいなイメージを持っちゃうと、うん、自主的にも勉強しづらいし楽しくないものになっちゃうと、はい、そうするとまあどうしてもあんまやる気が出ないと思うんですよね、はい、なんでなんか勉強っていうのは自分の敵じゃなくって自分の味方なんだよということはよく言ってますね。ポジティブなイメージを持ってもらうっていうことですかね。そうですね。私もハイチさんと一緒で、はい、その先に遊んでしまうと、はい、やりたいことをしてしまうと、うん、勉強の気分になかなか帰ってなれない。めっちゃわかるそれ、そうだ、自分まさしくそのタイプですね。だから、まあ、とりあえず、まあ、30分だけ、はい、本当に短い時間だけでも勉強してみて、うん、まあ、そのご褒美としてゲームとか、はい、おやつとか何かを用意したらいいのかなっていう、そういう派です。木野さんのご褒美って何だったんですか？ご褒美は、はい、まあ、お菓子が多いですね。めちゃめちゃ可愛いよね、このね。お菓子が、はい。自分は甘いの好きなので、お菓子一つとっても、先に食べてから勉強するのと、頑張った後に食べるのって、絶対頑張った方が美味しくないですか？美味しい。間違いないですよね。はい、間違いない。なので、自分もその意見なんですが、猪俣さんどうですか？僕もやっぱりやる気出ないからってダラダラしちゃうとずっとベッドの上にいるんで、はい、まあ、強制的に自分が勉強しないといけないような場所に行って何とか勉強しようとしますね、はい、例えば図書館に行ってみるとか、はい、まあ、自習室に行ってみるとか、行ったらもう勉強するほかないじゃないですか、みんなしてるんで、そういう環境に身を置いて勉強するとっていうのをやってましたね。それやっぱりその時の気分というか、なんだろう、その時に合わせて変えていくっていう、ね、そうですね、これおすすめです。もう一個ちょっと今日レジャーな質問持ってこようと思うんですけど、今、はい、さん分かります？想像で集中力が続かないとか当てに来るね、東大王さすがやないかい。まずお二人って集中力、まあ、他人と比べるの難しいですが、なんか自己分析ではどうです？ある方かない方かっていう、ある方だと言われますね。一回こう始めるとどのぐらいいけます？集中って。でも連続して、はい、もう10時間とか、この前は13時間連続でずっと外文書いてましたし、
江上さん今ええー、ってありましたけど半日以上来ましたけど、いや異常じゃないですか、ね、異常なんですよ、うん、まあそれがまあだから性格なんでしょうね。それができる木村さんタイプ。江上さんどうですか。そしたらいや僕も今結構集中できる方って言おうと思ってて、調子いい時は5時間ぐらいやるんですけど、いや5時間も長い、半分以下かいと思って。でも5時間はねすごい持ってる、すごい方なんだけど、ちょっとレベチの方がいらっしゃったね。あの順番逆やったんですね、これ聞く順番。ごめん間違ったわ。これはね僕一つありますね、はい、スマホを遠ざける。あーまあ一番ネックになりますもんね。やっぱりどうしても LINE 来たら返しちゃうし、うん、まあちょっとなんかゲームあったらやってしまうみたいなのあるじゃないですか、はい、なんでまあとにかくスマホを物理的に自分から話すっていうのをすごい意識してますね。これ今でもそうですね。これは今だったらどういうふうに話すんですか。例えばもう家にスマホ置いて、はい、勉強教材だけを持ってドトール行くとか。あーなるほど、まあ、帰らないと使えない状態にする。そうですね。あそこまでやるんですね。やりますね。ドトール限定なんだ。僕最寄りにねドトールあるんで。そこに引っかかったんですちょっと話聞いてちょっと笑ってしまった。ドトールばっかりです。目標を決めることかなと。その問題集を解くにしろ、はい、まあ、教科書を読むにしろ何にしろ、今日はここまでやるぞっていうお尻を決めておくと、やっぱりそう、まあ、そこまでは頑張れるの で、まあ、そのお尻を、まあ、無理のない最大に置いておくと、まあ、長時間集中できる可能性が広がるのかなと思っています。そうですね。これ一番難しいところで、まあ、まさに僕も中高生時代、まあ、あまり目標を立てずに勉強したんで、はい、まあ、ダラダラすること多かったんですけど、はい、やっぱり勉強計画立てるってすごい大事で、詰め詰めでやれる可能な限りのやつを立てちゃうと、はい、まあ、どうしても難しいんですよね、うん、ちょっと難しくなっちゃった時にあもう無理やってなっちゃうんで、はい、僕の場合は結構遊ぶ予定まで込みで計画立てたり、うん、ここは休憩するって決めて立てたり、はい、それから例えば1週間単位で勉強計画を立てるとすると、うん、最後の1日はもうバッファーゾーンみたいな、もうなんか開けておく。わかる、やってた。土曜日までの勉強が絶対後ろに伸びちゃうことあるから、うんうん、日曜日はもうそれ用に何も予定立てない日を取っておくとやってましたね。聞いた？同じことずっと言ってて今1週間で1日や白紙調整日を作っておく、うん、絶対ずれますもんね。私も予備日って設けてます。設けますが必要ですよね。必要です。で今日その勉強計画っていう話がさっきありましたけど、はい、その面もやっていただけるのがスタディコーチっていうことですかね。そうですね、まあ、主に先ほど猪俣君がお話ししていた学習計画を一緒に立てていこうっていうサービスが中心となっています。改めてご視聴者の方に猪俣さんからこう特徴というか、はい、うちのこれすごいっすよっていうのを、ね、お聞かせいただけると嬉しいのでお願いします。はい、まあ、スタディーコーチやっているんですけれども、全部オンラインっていうのが一番の特徴で、まあ、要はその塾とか外に行かなくて、まあ、お家の中だけで完璧に集中して勉強できる環境を、作ってあげようと、サポートしてあげようというふうな理念でやっております。でまあ、他と違うというか、まあ、うちはここがすごいんだぞっていうところはやっぱり今言ったような勉強計画を立ててあげると、やっぱりここもどの生徒さんも自分では立てられないんですよ。だし例えば大学受験するってなっても、高校受験するってなっても、そもそもどの参考書をやればいいのかわからないとか、もういつまでに何をやればいいのかわからないみたいな、もうそういう状態の人がやっぱりほとんどなので、そういう生徒に対して、まあ、参考書のデータとかをもとに緻密に勉強計画を立ててあげると、で一緒に進めていこうねっていうふうに寄り添ってあげるっていうのが、まあ、うちの特徴ですね。すいません、まあ、後輩の猪俣君が喋ってましたけど、はい、なんか追加ありますか。そうですね特に木野さんはね生徒も持ってますから。これ聞いて驚きましたもんね。何でもですか、希望はですけど木野さんでとはならないんですよね。だから今持ってる生徒さんはたまたまというか木野さんに当たってるんですよね今。はい、あの、まあ、女性の先生が良いという希望だと、はい、まあ私も女性の先生でもあるので、どう見ても分かったんですよ。そこで、まあ、うまくマッチングして、うん、会った生徒、まあ、生徒さん。俺が高校生だったらびっくりしますけどね。私だったら調べちゃうと思いますね。実際生徒さんも答えてどうですか、やってみて。そうですね、学習計画を一緒に立てていく中で、はい、自分が意識していることは、うん、無理のない範囲で、はい、というところなんですよね、うん、やっぱりあの自分が中高生だった頃にやっていたスピードとか、はい、まあ、何週参考書回すとか、はい、そういうペースは全員が保るわけじゃないので、はい、まあ、その子にとって一番いいペースは何かとか、うん、今苦手な分野を補強するんやったら、はい、まあ、どういうタイプの参考書が合っているかっていうのを、うん、まあ、ちゃんと相談して、はい、まあ、決めるようにしています。いや絶
いい先生ですよ、ね、いい先生です。いやでも試行錯誤しながらですけれどオンラインって難しいですか、教えてみて。ただそのビデオはオンなので、うん、ちゃんと顔表情を見ながら、あとまあ反応までのスピードとか、はい、そういうのを見ながら口で言っているけれど心の中で辛いと思ったらどうしようとか、そこまで組んであげるようにしようとか。でも一対一でできるからこそいろんな話ができるし、ね、人間関係も作れるでしょうから、はい、ちょっとお兄さんお姉さんみたいな、そうですね、ごちそうになりますよね。やっぱり大学生の先生ばっかりがやってるオンラインの個別指導なので、ちょっと上のお兄さんお姉さんみたいな立場で寄り添ってあげるっていうようなイメージでやってますね。ただの先生と生徒ではなくて、はい、何か悩みがあったら勉強に限らず何でも相談できるような関係であれたらいいなと、そうですね、はい、思って。そういうふうに考えていらっしゃる先生がきっと多いでしょうし、それを受けている子どもたちにとってもやっぱり家族とは違うポジションだからこそ話せることってあるじゃないですか。そうですね、ね、特に中高生はそうですよね。だから皆さんもぜひちょっと調べていただけたらと思います、はい、ありがとうございます。今スタディーコーチというサービスをやっていて、はい、よく寄せられる質問がそもそも何から勉強したらいいかわからないとか、うん、あとはそれこそ学習計画立ててみたいけれども、うん、うまく立てられないっていうお悩みが多いんですよ、まあ、その気持ちはすごく分かって、うん、まず何をやればいいかわからない状態だともうずっと勉強が始められない、うん、そういうのはちょっとあんまり良くないと言いますか、はい、まあ、なるべく早くまず何をやればいいかを見つけられたらいいと思うんですよ、はい、でそういうところでこれからどうしていくかなんですけれども、まあ、ネットでいろいろ参考書を調べてみるのもいいと思いますし、まあ、一番手っ取り早いのは学校の問題集をやる、学校の先生に聞いてみるとか身近にいる人を活用していくといいと思います。そこからまあ、自分なりに勉強計画を立てて勉強していくことになると思うんですけれども、壁にぶつかることも多くあると思います、はいはい、勉強したのに成績が思うように伸びないと、まあ、結構辛いと思うんですけれども、勉強してきたことはもう無にはならない、うん、無にはならずに成績には現れなくても積み重なって実力はどんどん伸びていってるはずなので、そのことを忘れずに諦めずに頑張っていってほしいなと思います。ありがとうございます。めちゃめちゃいい話があって、この後でいいのか井上さん、俺先の方が良かったかもしれないですねじゃあ次で井上さんお願いします、はい、特に今これから春休みという段階の皆さんだと思うんですけれども、まあ、そうすると一つ楽器の区切りがついてちょっと気が楽になったというか、まあ、逆に言えば、まあ、新年向けてのまあ不安とかもあると思うんですけど、学校の課題をちゃんとやりつつ来年度どういうふうに勉強の目標を達成したいのかみたいなところを考えて過ごせるといいのかなというふうに思います。それに向けてちょっと新年1学期にスタートダッシュを切ってみたいなとか思ったんだったら、春休みにちょっと頑張ってみようみたいな感じもできるかもしれないし、そういう感じでまあ勉強の目標を立ててそれと向き合って勉強をなんでするのかなってところまで考える期間にするといいのかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ということで今回は木野沙羅さんと木野本博さんにお越しいただきました。本当素敵な話ありがとうございました。ありがとうございました。